はい、ジンチャンネルおじんでございます。ギルド防衛戦ラストの3回目、やってまいりましょうか。では、スタートーはい、ということで、テラ王国防衛戦、私2回やりましたけどね、バートリーレベル42でやりまして、そしてバネッサが引き続いてやりましたと。ラスト1回。じゃあ誰でやろうかなって、ちょっと考えたんですけど、まあ、大方やってる人がいないかなって思います。なぜこの人選をやったかっていうのは、もしかしたらチャンスはあるのかななんて感じておりましたので、やってみようかと思います。では、その要因はこちらになります。私の編成はこちらだ。ででんと呂布、シルビア、メルキル、そしてキリエルのリハクということで、リハクアタッカーでね、ちょっとやってみようかと思います。レイチェルをもう外してしまうっていう理由が1点。3分までフレームドライブが入らないっていうのは、いつもの中では一番遅いんですよね。今回だいたい2分ぐらいで入っていたんですが、3分経ってから単体の攻撃を仕掛けていくっていうやり方をすると、残り3分しか時間がない。それだったらレイチェルを使わず、挑発を要はね使わないキャラクターを使って、今回の防衛戦は攻めていった方がスコアが出るんじゃないかと思います。まあもちろん一番最適性は、この2回やったところでバートリーレベル50までいってる方、突数が多ければ多いほどバートリーがやっぱり一番のおすすめだと思いますが、このリハクに関して言っても全ての攻撃系が2つスキル持ってます。それだけなんですけどね。あとリハクは陣形効果を無効にするっていう役割と、防御力を 80% 減少させるっていう役割として必ず必須のメンバーの一人になっています。それなのでちょっとねアタッカーとしての実力もどうかななんて思って配置してみました。私のリハクくんですが、専用装備をまだ解放していない状況ですが、ちょっとこれでやらせてください。もちろん装備としては PV の 5%の弱点装備を2本とエンマのダチにね、あとは1個だけ反撃率をつけてみようかなって感じております。もしかしたらメルキル倒れた6分以降、でもあれはバグで結局僕は生き返りのリングをつけてたからか、それもあるからか、基本反撃つけてもあんま意味ないとは思うんですけど、これちょっと試してみますね。試します。で、ヒットポイント。基本ヒットポイント2個をつけていくのはベストだと思います。メルキルと他にとしたら。そして、狂気の悪魔のリング。こちら、沈黙になってる。沈黙出血減少免疫でね。ちょっと完全にこの後変えてからプレイしますね。はい。攻撃力が 40% と。で、こちら、メルキルじゃなくて、リハク君は、すべての敵に攻撃力140% の物理ダメージ3回与える。で、もう一つのスキルもすべてなので、宝石は、4から5人攻撃のダメージ 30% 上昇。そしてテラ王国と、あと一つは PV の 20% アップというものを付けさせていただきました。なかなか面白いと思うんだけどな。一体、全然スコア出なかったら皆さんごめんなさいね。ただ、どっちにしてもこの子ね、入れなきゃいけないっていうキャラクターだから、ちょっとアタッカーとして試してみたいなと思っております。では早速ですが、行ってみましょう。はい、ということで早速ですが、やってまいりましょう。3回目の挑戦でございます。だいぶね、ちょっとね、やり方が分かってきたんですが、まだまだ緊張しております。では早速ですが、スタートしていきましょう。オートを切る、まず呂布行って、キリエルの上で栗ダメアップ狙いましょうね。 40% 栗ダメね。そっからだね。もうリハクをそれで使えば防御力もアップできるんで、この辺なかなかいいよね。で、クールタイム短縮が邪魔されることがないので結構うまくいけるかなと。で、覚醒スキルに関してはもちろん4分以降打っていきましょうかね。シルビアの覚醒使った後使うという形をちょっと取っていきたいと思います。問題はね、この李白のスキルがうまく回るかね。結構時間はかかってるからね、これね。うん、いこうか。よし、どうや。うん、50秒ですか。はい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 。でシルビア、やっぱシルビアのダメージが結構きついね。お、いいね、うまく回るね、うまく回る。いいねいいね。こっからですね、スコアをちょっとどのくらい入るか見ていきますか。まず李白の下のスキルいくつぐらい入るかな。お、すげえ入んな。25入るね、下のスキル。これはこれでなかなかいいんじゃない。上のスキル25から1号ぐらい入ってくれないかな。うわ、全然上入んないね。下とちょっと比べ物になんない。はい、こぐりましたね。愛のムチが終わりました。残りあと3分まで。まあまあまあ、別に特にすることないんでね、今回。このメンバーでいくと。クールタイムも気にせず。下見ましょうか。あー、すげえ。2500 ぐらい出るね。いい感じですね。よし、李白の上行こう。あー、これもう、どうだろうな。でも、これがいい回し方かな。3つのトライアングルで。最後5分いったところで下のスキルを絶対打てるような環境を作るっていうのは大事なところになってくるからね、これね。今のとかももったいない感じもしないでもないな。行こう。まだまだ。あ、結構これいい感じじゃないかな。25いくでしょ。おい、いいね。めっちゃ出るね、スキル。スキルじゃないです。あ、これ15秒でしょ。もしかしたらシルビア回せんじゃねえかな。うわー、これちょっと下回した方がいいかね。え、これで多分いけるな。ね、いけるね。いい感じに回るね。これもうハマったね。3分ですよ、今。3分。残り1分で愛のムチが来ますんでね、それに向けてちょっと戦っていきましょう。行きましょう。だんだんやっぱでもね、強くなってくるからスコアが伸びなくなってきてる。いやー、これどうしよう。これちょっとシルビア行ってみるよ。シルビア行ってみるよ。下行こう。下打っちゃおう、先に。これでも回るな、やっぱ。これもっと先に気づいてたら多分これ下でシルビアで打てるんじゃない。その方がいいね、回し方としては。で、これ打って、次、愛のムチ来てほしいね。愛のムチ来てほしいね。さあ、どうだどうだ。一応、李白待ちしとこう。あ、いいね。来た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 。打って、下打っていこうか。覚醒もどうだろう。スコア的に180が3回か。183回だったら悪くないね。もしスキルがうまく回らなくなったら覚醒の方使っていこう。基本下メインでどん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 打ち込んでいきますね。これで打った方がいいかな、もしかしたら。これで一発打っといていきましょう。あー、でもこれなんか回りそうだな、下。20秒でしょ。ああ、まあいいねいいねいいね。いっちゃっていいと思う、いっちゃっていいと思う。これでまだメルキルのカウンターで1回回せるでしょ。いいねいいねいいね。スキル回しいいよ、最高にいいよ。いきましょうか。はい、ゴンツンとキャマン。あ、めっちゃスコア伸びとる。いや、これいいね。これだよ、これ。メイン下だったんだ。なるほどなるほど。いや、いけるかな、これ。何してんだよ、追加攻撃いらないよ。何これ、どういう状態今。ちょっとよくわかんない状態になってるよ。うわー、すげえ時間もったいないな。あと2発出っかな。30秒。これで来てほしい。うわー、いけるかな。10秒。無理かな。カモン戻ってこい。あー、うや、打っとけよかったー。でもね、こっからまだ暴走があるんだよ。カモン来い、打て。あー、大丈夫か。あ、これダメ、遅延が入っちゃうか。どうだ、打てっつうの、早く打て。よし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 、打った。これ死に戻り効果ももしかしたら加算されてるかな。あ、全然ダメだそっか、もう入んないようになってんだもんな入んないようになってんだもんなまあ、結局一番スコア出ましたね。3回目。おおこの選択肢もあったか。ふむ。素晴らしい。3億3900万点ということでございました。はい、ということで、3回目終わらしましたが、思いのほか一番スコアが出ちゃったね。やっぱバートリー42に比べたら、他のキャラの方が結果的にはスコア伸びたということが分かりました。いやー、リハクはちょっとびっくりしたな。ありだね。ありなんだけど、多分ね、バートリーレベル50で、環境が整っている人たちは、このスコアから考えたら、5億ぐらい置いてんじゃねえかな、下手したら。なんかそんな気がしてならないね。はい、とりあえずマイスコアは816万点ぐらい出しましたということでございます。これ皆様ちょっと動画的には明日お送りする予定だったんですけど、今日出した方がいいのかな。ちょっとびっくりするような動画でしたね、これは。もし、昨日僕が話してた通り、ギルドで、プレシーズン戦の間に練習できるようだったら、皆さんね、ぜひともこちら、リハク使ってみて、ちょっとチャレンジしてみないかがでしょうか。まあ、あとは、ベッドとかの相性でスコアも変わってくるっていうのもあるんでしょうかね。一応今回 U でやらせてもらいました。メルキルが、やっぱり反撃率 100% でどうしても行きたかったので、ここを、U の反撃率アップっていうのも考慮して、入れさせていただきました。なかなか良かったね。リハク使ってみて良かったです。ということで素晴らしいスコアを3回目残させていただきましたということで、今日はここまでしたいと思います。では皆様、寺尾国防衛戦残念だね、2月1日でまた再開されるので、その日までお楽しみください。お待ちくださいですね。お楽しみください。お楽しみにお待ちくださいということでございます。ということで、もしよかったらグッジョブ、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。